何？武田。信じていました。やはりそっちから来るか。福兵部隊出番だ。親方様の読み通りだ。皆眼前の敵を打ち破り突破せよ。トラックリュー剣山強いなんてさては策を承知で飛び込んできたなかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらの最後結束侮りがち。これ将来的に勝ち目がありそうな。伏兵もやっつけた。じゃあ超攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につく。信長様、申し訳ございません。あの人がどう出るか見物ね。タグの野郎、裏切りやがったか。こりゃ織田の連中を助けないとまずい。の弟よ、どこへ行くのかの。もしかして蹴鞠かの。マナも行くの。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だ。一体どこに行ったんだろうね。信長急ぎ雪村を救わねば。俺は過分か。こっちに来た以上あんたらのため精一杯働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそうだ。話が早くて助かるよ。それじゃ今度ともよろしく。信長様のため、ここは通せません。修羅と化し、止めてみせます。あの者、世の事情を知るといつか吐かせてみせよう。信長、逃げられてしまったか。おかうまくいっているみたい。
反乱敵。敵の数が尋常ではない。急がねば。影勝様たちが危うい。影勝様、しばしお待ちを。このカリスミが直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。さすがです。あなたならばと思っておりました。急に感謝します。さあ共に敵を押し返しましょう。影勝がまだ戦っています。さあ救援に向かいますよ。ありがたい。ここは通さぬ。道を開けよ。恩ある影勝様を失うことはできぬ。金津雪村、ええ、来てくれたようです。影勝、あと少し耐え抜きましょう。これ以上は行かせん。邪魔をするな。御前と影勝様を私の手でお救いする。窮地は脱しました。次にこちらがお返しをすれば。勝負の気分示さん。城に向かう不義の輩は打ち払った。直江兼次、今こそお二人の身元へ参る。数では勝っていたが詰めが甘かったか。ならば拙者自ら当たるのみ。負けられぬ。意と愛にあふれる技の数々、感動しました。ランカには無数の敵か。負けられぬ。我が槍で押し通るのみ。敵軍からも気概を感じる。ただの賊ではないようだな。金継ぎ、あなたの義と愛、この異界でも変わらぬようですね。負けられぬ。御前、お褒めにあずかり光栄です。金継ぎ、感謝する。何をおっしゃいます。影勝様をお守りすることがこの金継ぎの務め。負けられぬ。まだまだ未熟だったか。なるほど。遅くなってすまない。ジョコウ殿、あとは俺たちに任せてくれ。大使児殿、すまぬ、頼んだぞ。負けられぬ。ジョコウ殿を追い詰めたとは。敵軍の影響を侮れぬな。敵の大将が出てきたようですね。負けられぬ。愛で諭してあげましょう。よし、本陣を狙う敵はあらかた片付いたか。大使人、この世界。よし、私が話をしてみよう。負けられぬ。金継ぐ、剣術になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。不義の輩は一匹たりとも近づけ。大使人、私だ。孫権殿が敵の大将だったとは。ならば負けても致し方あるまい。おかげでた。うまく進んでいるようだな。
反乱。敵。吉本殿、炎翔殿、東卓殿、三人の将はがっちり養生しろ。やはり正攻法では崩せそうにないね。みんな、手はず通りに頼む。吉本公と蹴鞠をせよか。各殿の真理、つかみかも。しかし、いにしえの名将の策、信じるしかあるまい。やるからには最善を尽くす。炎翔に近づけ。だが手出しはするのか。負けられぬ。全然燃えない策だよ。大体角殿の言葉を信じていいのか。今度俺っちが裏切られる番か。負けられぬ。行軍は順調。あと吉本公をどう蹴鞠に誘うかだ。負けられぬ。あの堂々戦ぶりに甘えたいな。お私ごときがすみません。戦の要はルーシュの格さん、それに主膳さんと直政ですね。負けられぬ。その通り、一人でも欠けたら策はならない。全軍頑張って護衛してくれ。示す。負けられぬ。強者とまみえるは止まり。いでよ伏兵、城に近づく者は全て討ち果たせ。はめられたか。角殿はこんなこと一言も。負けられぬ。我らの力を示すのだ。ああ、うん、打ち取った。相手悪すぎたか。おのれ、これで勝ったと思うなよ。熱い救援感謝するぞ。超治療。しかし角殿はこの伏兵を知っていたのか。ここで待機。超支流剣斬。吉本公蹴鞠ましょう。しゃー、本当に蹴鞠相手が現れたの。しかし誘ってくれたの。嬉しすぎるぞ。剣斬。力を示す。吉本殿への工作ご苦労様。さあさあ、お次は印象殿の方を頼む。超支流剣斬。よし、炎翔の砦に到着したぞ。負けられぬ。ここで待っていればいいんだ。なぜ奴らは砦に攻め入ってこない。まさか董卓に加担する私を無言で攻めているのか。神の力を示す。どうやら作戦は順調なようだ。んじゃ、俺はこの辺で失礼するよ。え、カクさん、どこへ行っちゃったんですか。どうしよう、私一人になっちゃった。なぜ炎翔も吉本も動かん。もしや、奴らは内通しているのか。そうならば、わしは袋のネズミじゃ。開門せい。急ぎ撤退するぞ。開門。それではお味方が窮地に。負けられぬ。よし、門は開いたね。計画通りだ。調子には健在。これは美関係じゃね。いいもの見せてもらったよ。今
今こそ撃ち入る。ジョーナンは大混乱なのじゃ。どうする？継続。あいたたたた、ヒゲを引っ張るなというに。こうなったら撃って出るまで。いいわ。雨の力を示す。体勢は決しました。吉本、どうか降伏。このような恥辱を受けようとは。トウタクや信長に手を貸したがために、ケマリに誘っておいて叩くなんてひどいの。先ほどの姿は幻か。修繕殿、直政殿、いい働きだったね。よくぞ務めを果たしてくれた。角殿、疑ってすみませんでした。あなたの策は的確だった。ええ、最善の手でしたよ。おや、母上、それは。さっき草むらに落ちていたのを拾ったんです。信長様が持っていた腕輪に似ているような。蹴鞠。うまく進んでいるようだな。